2つテーマがありまして、1つは嵐山町の良さを嵐山町以外の人に伝えるっていうことと、もう一つが嵐山町の良さを地元の人がちゃんと理解して嵐山町を知ってもらって嵐山町を愛してもらおうっていうのが、まあ、僕は大きな目的だと思ってるんですけど、その時にイルミネーションの計画の話があって、町の人がここに来た時に思い出となるようなイルミネーションの配置や色だったり動物などを置いて楽しんでもらえるようなデザインにしていきました。このエリアはですね、春は桜包み、夏は嵐山渓谷のバーベキュー場、秋は紅葉とイベントがたくさんあるんですけれども、冬場のイベントがなかったので、まあ、イルミネーションをやってみようということに社内になりまして企画をさせていただきました。そうですね、小さなお子さんも遊べるところになってますし、インスタグラムなんかをやってる方には真ん中で写真を撮っていただければと思います。